こんにちは、ひまひまです。今回はですね、今誰もいないので一回ちょっとほら見て、誰もいないことを証明してください。マスクをちょっとだけ外しているんですけど、今日は、IKEA に来ました。見たらわかりますよね、主張が激しいもん。で、ちょっとお部屋の模様替えもしたいんですよ。だからちょっとその商品を今回は買っていきたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。では行きましょう。はい、イケアはいいけよ。よし、行こう。なんて書いてあるの？メールコンデだってさ。この人は初めて来るね。初めて。いや、初めてじゃないよ、ね、だいぶ昔はここしかなかった。え、そうなの？一番最初まであと1時間半しかないんだよ。やばい。ね、これかわいいんだけど。あ、すごい。なんかいろいろ新しいですね。アヒルバージョンじゃん。しかも安い。私は今日成し遂げたいミッションがあるから頑張る。これ、あのクシュクシュのかけるやつ、可愛いんだけど。あ、ベッドの上にクシュクシュで可愛い、うん、ベッドの上で可愛い。なんか座って歌歌って MV になりそうだね。今歌ってだから。行こう行こう。え、これ？でもこういうバージョンもある。なんか上がるタイプもあるね。うん、すごい。でも私が欲しかったのはこれじゃない。ミニソファー部屋に置きたいね。ちょっとね、少し模様替えしたいよね。そう、模様替えしたいんですよ。なんか全部スタジオみたいだよね。これあれじゃない？こう引っ張ったらいいんじゃない？もう一個いいじゃん。でも自分の部屋どこに置くかってことだよね。そう、置くことがないんです。あー、いいねいいね。あ、うちと同じ時計が。皆さん見て、すごい引き出せるんだけど。とある机が欲しいんですけど、その机があるかわからないんです。でも欲しいものもあるんです。まあ欲しいものがあるからIKEAに来てるんですけど。それ高さはいいですね。このぐらいがこのぐらいがいい。このぐらいがいいです。高さはすごい素敵。ないわ。あ、頭良さそう。こういうところで生活してたら、ね、ほんと頭も良くなりそうです。これいいね。昔から言ってない黒板。え、こういうのに書いて説明するみたいな。あ、こんなに書いてもよかったかもね。マジでこういうの買おうとしてなんかクリスマスもらおうとしてたじゃん。私もキッチンとかに欲しい。何置くの？なんか何置くのって言われたらまた考えちゃうんだ。まだ入れないものは絶対あるよね。そう、持っていたら。あ、かわいい。かわいい。あ、ほんとかわいい。149円。なんかもうこんぐらいの大きさでいいんだよね、机。これもちっちゃ。マジで。なんか逆にこんぐらいの方が物置かないで済むじゃん。すごい。意外とね。入るじゃん。いいんだよ。帰ったら急にこの机に変わってるとかでも。あ、何これ。すごい。
や、あれでもまあスタンディングレシピにもなる。おー、かっこいい。だからレベルな。あ、すごい上がる。上げすぎちゃった。あ、クリップスクスクエで。シンプルでね。ああ、そうね。あ、すごい机見て。なんかシンプル。かわいい。かわいい。開けてみて、そのそんなこと言わないでください。こんなに大きくなるんだよ。すごいね、収納は。これ収納もこれなんだよ、幅。うおー、ちょっとこんなにちっちゃくなるし。いいな。え、この収納最高じゃない。この収納ね、私大好きなエビ。30分なんてあるの？今に破壊されるやつね。え、なにこれ、これ良くない？やばい、うーわ。これ良くない？うわ、すごくない？これ秘密基地になるよ、ね。あ、入る。あ、待って、なにこれ、パパ、これ欲しいんだけど。トリントリン、こんなに見て、こんなにちっちゃいやつがあるんだよ。これだったら部屋置けるよね。交渉しに来ました。なにこれ、これあれ、ちっちゃ、これにちょっと、これ、こっちで犬用のね、こういうやつ売ってるのよ。だからアルピナちゃんもこれ好きなんじゃないかなと思って。で、私の部屋、これめっちゃ可愛いんだけどな。あ、ご飯食べるよ。あの、イケアで後でアイス2個食べます。何これ、これだね。そう、でも一組だな。あ、そうそうそう、待って待った、やばいやばいやばい、ホタルの光流れてるから食べれなくなっちゃう。あ、かわいい。それ何？メンズ？あ、でもファミリーメンバー限定なんだ。欲しかったこれ。すごいね。ね。やばいやばい。ショック。なんか黄色いタオルとか可愛いね。あ、そうそう、ね、そう、いいね、これクーラーボックス。可愛い。可愛い。ちょっといいね、ひまちゃん。褒めていいの？で、オッケー。ということで来ました。でれん。念願の。いただきます。うーん、これよね。あと5分で終了ですよって言われて、めっちゃダッシュで買ってきたソフトクリーム。いただきます。うん、うん、50円。おいしい。50円。はい、ストップ。あれ、え、え、
はい、というわけでこんな感じでお買い物してきました。じゃん、カロリー。でもすごいいろんなものを食べれたし買えたし、すごくまあ誰もいないかな、短時間だったんですけどすごい満喫できました。ではまた今度ね、これでお部屋をちょっと模様替えしたりだとか、また購入品動画を撮ったりだとかしたいと思うので、ぜひ見てみてください。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。このココちゃんでっこくない？でっか。え、ねえ、アラビナリさん、これでココココって言ったらどうなるの？でっか。急にこれでやったらどうなる？でもこの子ベロあるんだよ。